チャンネルクララをご覧の皆様、こんにちは。本日の倉山満が聞く点、経済から読み解く明治維新は、おなじみ常念司先生のお話をお聞きしたいと思います。常念先輩、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず先輩と言っちゃいましたけど、前回見事なまでに20年来磨きをかけた先輩よろしくお願いしますがハマりましたよね。こう言えば絶対こう来るだろうみたいな、そこでこうするみたいな、そうね。あの今から二十数年前に書いた常念司五六という本がね、キラーは身を助くというね、まあ大体そんなような意味の言葉が書いてあります。そのままは書いてないですけどね、まあネットで五六常念司って検索すると出ますね。読まないようにお願いします。そこに私のノウハウが全て書かれております。いや本当に23歳の時の常念さん天才ですよね。いやいや本当にね、俺もあれがラストチャンスだったかもな。いやこんなに大成してるじゃないですか。いや俺にとっての田沼を引き継ぐエラーだったかもしれない。ね、いやとはいえ、はい、絵の才能が爆発してるじゃないですか。あ、そうですね。最近緩くないって批判が来るんで。そうですね。はい、で今回はフェートン号で。フェートン号事件。これがね、まさにこの日英と私の本のこの、はい、もう密接にリンクするところなんです、はいね、ミッシングリンクじゃないですよ。そうリンクしてる、明確にリンクしてる場所ですか、はい、僕はね、はい、これフェートン号事件の、ね、扱いこの中でもあって、はい、もう要はもう幕府が外交関係を自分の力でコントロールできないという、うん、象徴的な事件ですよね、はい、フェートン号ってどんな船かというとね、これなんですよ。帆船なんです、ね、帆船なんです。スタン帆船じゃないですか、はい、ウィーとか言っちゃうんですよ。、ね、テキサスロングホーンこうですからね。これ狐ですから間違いないですよ。これでウィーンとこれ狐ですよ。、ね、コンコンってやつこっちでやってください、はい、まあ、いいんですけど左でやんなきゃいけない。はい、でこれがフェートン号、はい、大型帆船なんですね、はい、甲板のある大型帆船で遠洋航海できるやつ で、はい、でこれが今イギリスの旗上がってるんですけど、オランダの旗掲げて出島に入ってきちゃう、そうです。偽国旗を掲げて入ってきて、でいきなりオランダ大使館員、あ、哨戒員ですね、2人拉致して、で巻き起こせ、食料起こせ、水起こせって言って始めるわけですよ、はい、で何をとか言って、であれ誰でしたっけ、あの松平康生、松平康生、長崎奉行、そう長崎奉行、奉行が鍋島藩出撃って言ったら、鍋島藩ポンコツで100人しかいなかったんですよね。1000人いなきゃいけないんで、えーみたいな、どうしたんだとか、いや財政難でしてとかいう話になって、まさか来るとはみたいな。でしょうがないからもう九州の諸藩に動員かけると、はい、でもなかなか集まってこないんで、当たり前ですよ、ね、そう。でそこであの松平、ね、安秀はしょうがねえと、あの補給物資を小出しにして時間稼ぐかってことで、ね、時間を稼いだんです、はい、で稼いだら、次の日だっけ、2日ぐらいいたんだっけ、2日ぐらいいます、ね、2日ぐらいいて、次の日ぐらいになぜか彼らの事情で、まあ、出てったんですよ、ね、はい、あれもしあそこで動員が思ったよりも早かったりとか、鍋島藩がいたら、あのあれですよ、アヘン戦争ならぬ長崎出島戦争になった可能性がありえないことはないですよね。でやばかったですよね、うん、一応牛払い令は当時まだあったから、ね、あ、なかったのか、まだない、あ、そうか、フェートン号からその17年後、そうですよね、あの全面内払い令の前にもあの、うん、なんていうの、世界大戦になってた可能性が実はあったと、はい、まあ、もうナポレオン戦争っていうヨーロッパ大戦の一戦線ですかね、あ、フェートン号事件っていう、もともとフェートン号はなんでその長崎来たかっていうと、オランダが滅ぼされちゃったんで、はい、ウィレム5世でしたっけ、あの統領ね、オランダ統領、はい、なぜか代がつかない、はい、オランダ統領があのイギリスに亡命して、で植民地の回収をお願いしますと言ってきたんで、はい、分かりました、じゃ あの自分ら回収させていただきますとか言って、はい、海賊とも海軍とも商船ともつかないやつがオランダの植民地荒らし回ると、うん、何なんだお前ら、いやっていうかお前らの統領が回収しろっていうか、はい、回収しに来ましたみたいな感じで、長崎も回収されそうになったわけですよ、はい、でなんであれ出てたんですか、向こうの事情、向こうというかもうそもそもですね、はい、あの長崎なんかどうでもよくて、はい、あの当たり前の話ですよ、通信技術ないじゃないですか、はい、で当時のイギリス海軍っていうのは、うん、目についてあの欲しいと思ったものを奪ったら、勝った場合はピットが正当化してくれるっていう、まあ、小ピットの方ですけど、ね、書いてありましたこれね、はいはい、勝てばピットが正当化してくれる、なるほど、さすがにこれは全く意味がないところでそんなことやったんで、後で問題になったらしいですけど、あ、なるほど、勝っても得るものないってことですか、何やってんのお前らって、いや単にあのそこで水と食料と薪を現地調達しただけっていう、向こうにとって大英帝国にとっては、うん、あのこれ戦闘ですらないですよね、あ、単なる略奪、なるほど、村高を襲っても戦争と言わないじゃないですか、はい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 、それくらい長崎の日本っていうのは、はい、大英帝国から見たら眼中ない、あ、あんま価値を出してないっていう、なるほどね、根本的にそれくらいもう田沼の時改革やんなくて、それでまあ30年ぐらい経ってるから、はいはい、もうまさにあれですよ、完成の慰労というね、はい、クソバカじじいとも、はい、ね、あえて言いますけど、うん、松平定信の弟子たち ね、まあ、徳川家成の側近になってた、はい、どうしようもない、あのどうしようもないですよ ね、はい、ね、こう家成をこうあれでしょ、将軍の座につけて、そうですね、で家成大嫌いだったんでね、あいつらもね、うん、だら死ぬまで待ってたんでね、実はね、待ってたというか政治に関心がなかったですから、ね、なるほどね、そうそう、でそんなんで、でもう全然その日本がまあ
景気は悪いし、しょぼいしね、あの、はい、まあ、本当にその財政均衡主義に陥って、デフレ政策やってるわけですよ。はい、まあ、地方ごとにですね。そう。九州が特にデフレでひどかった。まあ、これ、実は衝撃の事実が僕の方には書いてあるんですけど、はい、そもそもね、幕藩体制における石高制というものそのものが、実はデフレレジームなんです。はい、いや、だってあの、金本位制ならぬ、米本位制だから当然ですよね。あのね、米本位制であると同時にね、そのね、なんていうのかな、物のね、価格自体がちょっと問題なんです。はい、あれね、米が高いときは成立する仕組みなんだけど、米以外のものが高くなると成立しなくなるんですよ。で、しかも米が取れなくなったら自動的にデフレになるみたいな。うん、ああ、そうね。あのね、米が取れなくなったらデフレになるというよりもね、米が取れてもね、良くないの、はい。そう、取れても大変なの、取れなくなったら終わりみたいな。そう。すごい大問題。あのね、そう、米が取れると米の値段下がるからいまいちでしょ、うん。で、米が取れなくなると今度デフレになって景気が悪くなるので、でもその米価は多少上がるわけよ。うん、で、それを喜ぶんだけど、全然財政再建とは反対の方向に行っちゃうわけね。うん、でまあ、ちょっとこの辺はね、仕組みはかなり複雑なんで本読んでもらう方が一番いいんですけど、ものすごい単純化すると、はい、もう藤原の道長とかとか平の清盛以来、うん、土地の米と現金とどっちを取るかの対決がずっとあって、基本的に米が勝ってて、うん、なんで現金取れないかっていうと、それをやって後醍醐天皇というですね、はい、あの兼務の新選の時管理通貨制を導入したはちゃめちゃのおじさんがいて、いきなりあの紙幣だとか言って、うん、元で成立してたから真似してやったらしいですね。ところが天皇の臨時で偽物が乱発する時代にできるわけないですから、そういうのがあったりとか、あの明治の時もね、まあ後で話しますけど、うん、あの太政官札がもう全然その精度の悪い偽物札で、はい、結構価値がね、いまいち流通価値が高くなかったって話と同じなんですけど、大体、うん、日本はその後醍醐天皇のところがそうなの、うん、もう中央集権でもう外国に対抗しなきゃいけないってなると、もう一時的にわーって盛り上がってね、例えば元寇の時とかみんな団結するじゃん、はい、で危機が去るともういいじゃんってこう始まるわけ、うん、すぐにそのもういいじゃん、そうそう、で徳川家康はまさにそのあのド S の先輩ね、秀吉が亡くなっちゃって、でもいいじゃんこんな辛いことしたら、みんな7やりましょうよっていうのは基本なんですよ、うん、はい、だから吉宗が出てきたり田沼みたいに出てきてバキバキにこうやるぞと、もう国力上げてみたいなと、めんどくせえなと、うん、またなんか言ってるよあいつみたいので、でダラ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 やるわけ、うん、でそのダラダラやりましょうっていうのは実は官制の改革であって、うん、全然あんなもん改革でもならない、改革どころが抵抗勢力の既得権益守りましょうみたいな、 でそれを学校の教科書でね、これで財政再建を目指してなんてこうアホみたいに教えてるってのは、ね、許せえなと、でそこにこの笠穴を開けるフェイトン号、もう鎖国なんか無理だよみたいなのがもう証明されたわけですよね、たった一杯で不眠症みたいな、ね、そう本当に本当に、であの、ね、タイトル台本を読ませていただく、はい、鎖国の嘘と世界史に巻き込まれる日本、いやっていう、まさにこのいきなり巻き込まれてるんですけど、そう巻き込まれてからスタートです、本当は50年ぐらい前巻き込まれてもしょうがないのに、はい、あのようやく50年待ってくれてきた時にこの事件の教科はどのように生かされたのかって、もうこれが来た時に何もできない時点でそれまで50年何も生かせない、でその後どうだったんですか、はい、その後全くこの教科は生かされず、ズデー最後までグダグダやって、もういい加減にしろっつって明治維新ですよ、ステーみたいな、ジョーさん、はい、あの前回で死亡不落立っていきなり今回で終わっちゃってるじゃないですか、秒殺パンクラスですね、もうね、みたいな秒殺です、本当に全く生かされない、まあだからその鍋島藩とかはね、うん、そういう先進技術を取り入れてとかやったんですけど、はい、まあつったって、うん、まあミクロですよ全体の流れから言うとね、うんうん、で幕府はじゃあこの件を経て何かしたかっていうと、まあ頑張りましたよ、うん、頑張りましたけど、やろうとして本当に対抗できるようにしようとすると、またほら例のナーナー病が始まっちゃう、それを繰り返して、そこで妥協して緊急事態条項から変えましょうみたいな、あ、まあ、救助無理だから緊急事態みたいな、あ、そうそんな感じです、まあ、ノリはそんな感じです、はい、だからこのフェイトコン事件というのはその日本に与えた影響は非常に大きくて、うん、あのこれで目覚めた人も結構いるんですよ、うん、で目覚めてみんなでじゃあそっちで固まろうってやれるのに固まれなかったでしょ、結論的に、そうなんですよね、はい、だから結局前回江戸幕府に弁論部的価値観がなかったみたいな話しましたけど、うん、はい、民間にはできるんですよね、あ、そうです、日本国史の全体の中で最も弁論部的価値観が広がったのが、はい、まあ、江戸末期ですよ ね、江戸後期、そうです、ね、だあのよく江戸大阪京都で政治の江戸、経済の大阪と言いますけど、うん、実は文化の京都というのがあって、うん、これで日本中から学者が集まって議論してるんですね、それが、まあ、徳川吉宗のか、蘭学要衆輸入の金の緩和以来、うん、知識人が育ってて、国学者と漢学者と蘭学者が入り乱れてみたいな、確かにね、あの大黒屋光太夫とかもさ、はい、戻ってきてから一応その監禁されるんだけど、でも人と面会は自由だったもんね、はい、そこにいればいいってこと で、うん、でいろんなこう蘭学者とかが会いに来て、はい、うん、で情報が全部こう伝わってくると、うん、で民間の方はもうそのいわゆる形成家って人たちがいろいろこれ危ねえぞ危ねえぞってことを言って、うん、はい、まあ、危機感高まるんだけど政治がいまいちそこについてもね、まあ
例えば本田理明みたいな形成家がいて、はい、そういうようなことをやってるんですよね。そう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 、そういう人ボコボコいて、うん、あの山川教科書に載ってる名前だけ覚えさせられる人、はいはいはい、実はあの人たちっていちいち面白くて弁論的なことやってるんですよね。あ、やってますね。でそういうのに感化されたね、ゼニア五兵みたいな人は、うん、もうあれ密貿易でね、はい、あの北方ではロシアと貿易し、で西南諸島ではイギリスと貿易しと、はい、ね、であの息子はゴールドラッシュで、あれですよ、サンフランシスコ行って、あの渡って、うん、はい、向こうで金掘ってたんですかね、はい、で帰ってきたら鎖国破りで処刑されちゃうんですよ。そういうことやるからダメなんですよ ね、でもうすでにいきなり死亡してるんですが、はい、まだ50年残骸が残るって話を、残骸の話、じゃあ次回50年後、はい、前向きな残骸の話全然前向きじゃないんで、はい、次回残骸でーす、残骸でーす。